はい、皆様、おはようございます。ただいま、10時半になろうとしております。うつうつだらしなまーちゃんねるのまーちゃんです。よろしくお願いします。ですね、今日はですね、まーちゃんの、ちょっと、まあ、いろいろ、私、病気がいっぱいあるんですけど、まあ、一個ずつ、科に分けて、お話をしていきたいと思います。もう手叩いてる場合じゃないんですけどね。では、じゃあ、今日、今から、じゃあ、何行こうか、何部門行こうかな。心療内科部門行きたいと思います。はい。まーちゃんねる病院の心療内科、はい、です。今、まーちゃんはですね、おそらく、そうです。デパケン出て、一時ちょっとね、落ち着いてたんですよ。頭がうるさ、すごい頭がうるさくてどうしようもなくてっていうのを、まあ、カウンセラーさんに言ったり、もう頭の回転が回りすぎちゃって、どうしようもないっていう時があったり、なんか、なんだろうな、いっぱいクレームつけたりだとか、やたらこう、フットワーク軽かったりとか、なんていうんですかね、よう動いてたんですよ。で、その時そうだったんですよね。で、自分で分かってなかったんですよ。で、病院でカウンセリングの次の日に、カウンセラーさんから、まあ、そういう話をね、いろいろこう、頭がね、うるさいんですとか言って言ったら、今までレクサプロっていううつのこう気持ちをね元気にするお薬を出されてたのが、今のまーちゃんには合ってないっていうふうに言われて、ほんで、ま、早めになるはやでお薬を買いましょうということで、お薬を変えました。で、出たのが、音がする。特に何もありませんでした。デパケンという、まあ、お薬だったんですね。で、まあ、デパケン飲んで、ちょっとの間は、落ち着いてたんですけど、やっぱ私、デパケン、やっぱ飲みながらも、やっぱ、こう波がね、こう、あるんですよね。先生からも、こういう高い波、低い波、こういうのを、なるべく、こう、穏やかにするために飲む薬だと言われて、まあ、理解して飲んでるんですけど、多分、今、そうですね。そう状態です。というのもですね、なんでかっていう、まあ、理由があって、まあ、伊藤麻子さんがですね、以前、伊藤麻子40歳イライラするっていうふうに言ってたんですけど、もう本当にイライラするんですよ。で、イライラが止まらないのと、あとはもう寝てる時がなんかずっとイライラしてたりして、もういやーってなるぐらい、もうなんかイライラしてるんですよ。あとは、なんか人に対してちょっと攻撃性があって、もうなんか、すごい攻撃性、なんていうんだろう、自分の中で、もうなんか、身内に、まあね、ちょっと口達者にパンパンパンって言っちゃったりだとか、あとネットでね、ポチポチとちょっとやってしまってて、まあ何を買ったかって、あんまり高いものはもう買っちゃいけないって、結構なんか、そう状態の時って調子に乗って高いものをね、高額なものを買っちゃうんですよ。で、何買ったって言うと、これ買ったんですよね。これ、なんだっけ、VDL っていうなんか韓国コスメの、すごいツヤツヤになる化粧下地を買ったんですけど、で、
これもですね、多分おそらくそう状態だからなんですね。そんな化粧下地なんて私いっぱい持ってるんですよ。すごい数を持ってるんですけど、まだなんか買っちゃったんですよ。ツヤツヤになるハイライターが欲しいと思って。でね、探し回って、これが一番今のところツヤツヤになると。で、本当言うと百貨店のコスメコーナーに行って、見て回りたいんですけど、まあね、ちょっと金額が金額で、これはアマゾンで買ったんですけど、まあちょっと、あんまり百貨店の方には出向いちゃいけないと思って、出向いてないんですけど、もうそれでもどかしくて、もどかしくて、まあ、そう状態ですよね。もう行きたくてしょうがないし、イライラするし、もう腹が立つし、もう、わけがわからないんですよね。なので、ちょっと今度、また病院に行った時に、ひょっとしたらデパゲンさんが、もう一錠ずつ、マックス何錠まで行けるんだったかな。まあ、なんかあるんですけど、もうそれで今、ね、朝晩で100、100で1日200を飲んでるんですけど、まあ、量が増えるのではないかと、私も思ってます。もうしょうがないですよね。穏やかに過ごしていきたいんですよ。はい。という今、ただいままーちゃんねるの今精神科の部門のお話で、まああとはそうそう、あとね、あれです、仮眠、寝すぎる、もうすごい寝るんですよ。もうなんか双極性障害の特徴らしいですね。もうなんか寝すぎちゃってね、カウンセラーさんにもう電話かけて、病院にもうなんか寝すぎちゃいますって言って言ったら、まあ何日続いてますかって言われて、まだそんなに1日か2日って言ってたんですけど、もう今日思って3日ですね。もう完全これ多分過眠ですよ。もう3日もこんなね、寝すぎてたらもう過眠決定。多分明日も寝る。もう、すごいんですよ。寝続ける。ねえ、なんか、今そう状態。で、結構、なんか病院もね、なんか時期が時期なだけに、なんかちょっと混み合ってたりとかしてて、やっぱり、まあ、心のね、調子、もう崩しやすい時期なんだと思います。この動画見てくださってる方、心が健康な方もね、いるかと思いますが、まあいろんな方ね、人それぞれいろいろあると思うんですけども、心の風邪は、お早めにというお話です。はい。私もちょっと病院に行かなきゃいけないんですけどね、イライラしてるから、ちょっと相談に行かないとと思っております。ということで、はい。では、まーちゃんの病院ツアー、精神科部門、はい、ただいま、そう状態です、というお話でした。では、次の科に行きたいと思います。チャンネル登録、お願いします。ありがとうございました。